ナミさん、こんにちは。今回の事件は、堀江貴文さんの書籍ですね。堀江さんの本はね、読みやすいのは、もう本当にその通りでございます。ナミさんの言われた通りです。ただ私がずっと堀江さんの本で気になってるのは、堀江さん自身も言ってるんですけども、これ俺書いてねえよみたいなことなんですよね。まあ、正確に言うと、原本は堀江さんが喋ったことなんですけども、それを聞き取った人が、堀江貴文ならこう考えるよってことで、 書いてるということらしいんですよ。まあ、いわゆるゴーストライターともは言わないんですけどもね。でも、まあ、いわゆるゴーストライターだそうです。もろにそういうことを言ったこともありましたからね。うん。で、堀江さんが進めるのは対談本らしいです。A さんと B さんが喋っているのを書き起こしの人が本にするみたいな形ですよね。だからこれも書いてるのは関係ない人なんですけども、ライターさんなんですけども、でも内容は 堀江さんとそ,の対談相手でしょそれを一人対談みたいな感じでいろいろ問いかけて引き出した答えをこう本にするみたいな形らしいですよね。だから堀江さんがなんか目次から1ページから書いてるっていう例はあんまり少なくって大体聞き取ってライターさんが考えて書くという次元じゃないかなと思うんですよ。でね、あのー、分かりやすく書いてくださってるの本当にありがたいですよね。でやっぱり考え方としては書いた人はライターさんでも考え方は堀江さんなんで。 ーのー楽しく読めると思いますしためになるんじゃないかなと思うんですよ。で堀江さん自身ががっつり書いてるのは堀江貴文のメールマガジンかなと思いますんで私創刊から買ってるんですけどもねもうかれこれ何年になるかなと78年になるんじゃないですかねもう長い付き合いになりますけどね、うん、非常にためになるのが自分自身でこうやって書いてるスマホでポチポチと書いている、まあ、あのメールマガジンかなと思いますけどね。 あれももしかしたらね代行の人が書いてるかもしれませんし実際に収監されてる時っていうのはね堀江さんが原稿を書いてそれを受け取った人がメールマガジンに連載したって形だったですからねうんまあでもねあのこういった好きな本まで同じというねなんか奈美さんとは切っても切れぬ縁を感じますまあ切ることはないですけどね切らないから切れないというところもありますけどこれからもよろしくお願いしますありがとうございます